さすがにバング側もよくわからないけど。さあお互い赤いカラーで、前作はクソゲーだったから今回はまだゲームになるのでしょうか。ポンデリングが引っかかり、開幕 30% 下がる。投げられたのは荒くねえ。さあ思うように出せないが、クーナイが一発ラピン。さあしっかりどういうラピンがついたのコンボに行ける。さあこれはちょっと補正がきついが、画面端に追い込み、さあ補正切りか。これはこれは痛い。さあ BR が漏れてしまった。しっかり覚醒取っていくか。ダメージは取れる。さあやはりガーチャ投げからこのループは残っているが、これはどうするべきか。バンギがどうしようかどうしようか。ダルキリまたホーニングキリ、これは厳しい。さあパーンとスライディングでスルッていったがラッキーがついてしまう。さあ裏回りからディームシが当たり、あらくねが一本選手。さあ今開幕クナギが見えました。さあチーフェイタル大キャン成功するか。バーチャル返していくキンバー。さあアッティメイラクインゲージが 40% 溜まっている。さあちょっとホーミーユキに出すぎじゃないですか。かなり出てますよもう。さあ今度はポンデリングがつく。バングが戻したらいいが、どーっとジャンプしたところで引っかかってしまい、さあクイーンがついているが、これをしのぎきれいな、まだワンチャンスある。さあこれは QT ガード不能です。しかし CM しかいなかった。裏回り、さあ余計な虫がちょっと当たった気がするが、さあこれはうまい。バックエンゲージをしっかり見てアドリブコンボで回収していく。さあバングはもう体力もなくなすでもない状況が、またまた地上切りがついて、さあこれはもう荒くねえ、俺はもうこのままタイムアップもいいぞと。さあラッキーがついてチーバックね、荒くねえが2人抜きで勝利。なんだっけさ、赤い